ポケデポというものが、ありまして、こちらがその一人で撮影編集、放送まですることができるシステムを開発していて、配信はこちらの、ディスプレイ、こちらパソコンになっていて、パソコンのシステムでそのズームといったものや、あとは YouTube、ニコニコ生放送だったり、さまざまなサービスに、このパソコンから、放送をしております。最大の特徴として2つのディスプレイがございます。2つのディスプレイの意味としては、僕がこの画面を見つつ、こちら側の立っている人にも、その映している映像が確認することができます。2つ目の特徴としてカメラが3つございますので、このカメラのを次々にスイッチングすることで、飽きないような、多彩な画面割を、実現することができます。こちら今ハンドカメラの映像です。でまた顔画面、顔に切り替わることもできます。で3つ目の特徴として、双方向コミュニケーションというものを、目指していて、例えば YouTube ライブとかだと、チャットだけのコミュニケーションになるのですが、ポケレポを使うことによって、フェイス2フェイスで、顔を確認しつつ、会話を、コミュニケーションを取ることができるので、より、面白いオンラインツアーを、実現することができます。